CDTV ライブライブ大感謝祭2024クラッカーオフィシャルグッズ紹介カスタマーサービス右向き黒三角ポップコーン左向き黒三角味はチゴショコラリッチミルクの3種類星1000円税込み CDTV ライブライブ大感謝祭2024は音楽ファンにとって待望のイベントです毎年行われるこの祭典はただの音楽ライブという枠を超え 参加者に特に2024年のイベントは、これまで以上に盛り上がりが期待されており、9月14日から16日までの3日間にわたり、東京ガーデンシアターで開催される予定です。このイベントに参加することで、観客は音楽だけでなく、会場の雰囲気や限定グッズなど、様々な魅力を味わうことができます。今年のオフィシャルグッズも、 その一環としてて非常に注目されています音楽を楽しむだけでなく、思い出として持ち帰ることができる特別なグッズは、ファンにとって欠かせない要素となっています。特にポップコーンは3種類の味が用意されており、イチゴ、ショコラ、リッチミルクのフレーバーは、甘党の方にとっても魅力的な選択肢です。この価格も税込み1000円と、手ごろな値段設定で、 ライブを楽しむ傍ら手軽に購入できる点もポイントです。音楽と食の両方を楽しむことで、全体の体験が一層充実したものになるのは間違いありません。ポップコーンと並んで人気を集めているのが、Boona トレーディングのアクリルキーホルダーです。このグッズは全6種類がラインナップされており、各キーホルダーがどのようなデザインになるのか、ファンの間でも大きな話題になっています。キーホルダーは800円。 税込という比較的手ごろな価格で、好きなアーティストやキャラクターのデザインを選んで購入できる楽しみがあります。これらのグッズは、ライブの熱気を家に持ち帰ることができる一つの手段であり、コレクションアイテムとしても非常に人気があります。また、こういったグッズは友人や家族へのお土産としても最適であり、ライブに参加した証としての特別な価値を持ちます。それでは、 このような CDTV ライブライブ大感謝祭2024がもたらす楽しさはどこにあるのでしょうかそれは単なる音楽イベントにとどまらず体験型エンターテインメントとしての側面が強いという点にあります。多くのファンが集まり一体感を共有することでライブそのものの感動が倍増します。さらにアーティストとファンの距離感が縮まりライブ中のパフォーマンスがより親近感を感じさせるものとなります。 大きな会場での圧倒的な音響や照明の演出はもちろん、アーティストたちの性のパフォーマンスを直接体験することは、ライブ配信や録画では得られない特別な感覚を与えてくれます。参加者は、まさにその瞬間、その場でしか感じられない一瞬一瞬の感動を共有することができるのです。しかし、このようなライブイベントにおける体験には、新たな課題もあります。特に、 現代においては技術の進化とともに、ライブイベントがどのように変わっていくのかという点が注目されています。例えば、オンラインライブの普及や、バーチャルリアリティ、VR 技術を活用したリモート参加の可能性が広がる中、物理的なライブの価値はどう変わっていくのでしょうか。もちろん、現場での熱気や一体感はリモートでは再現できないものですが、デジタル技術がさらに進化すれば、 遠隔地からでもより臨場感を感じられる体験が提供されるかもしれません。また、環境保護の観点からも、大規模なイベントが持続可能な形で行われるべきという声も増えています。紙チケットの廃止や、リサイクル可能なグッズの導入など、音楽イベントがエコフレンドリーな方向に進む可能性も考えられます。このような課題や変化の中で、 CDTV ライブライブ大感謝祭2024はどのように進化していくのかも注目です。音楽業界は常に新しい技術やトレンドを取り入れながらもファンとの絆を大切にし続けてきました。このイベントも例外ではなく参加者が期待するライブ体験とは何かを常に追求しています。オフィシャルグッズやライブパフォーマンスだけでなく全体の演出や会場の雰囲気作りにも力を入れることで 参加者一人一人にとって特別な思い出となるような場を提供しています。一方で、このような大規模なイベントに参加することで、日常のストレスから解放される瞬間を味わえるという側面も見逃せません。忙しい日常生活の中で、音楽は人々にとって一時的な安らぎやリフレッシュを与えてくれるものです。特に、日本の女性ファンにとって、音楽イベントは友人と一緒に楽しむ社交の場でもあり、 自己表現の場でもありますお気に入りのアーティストの曲に合わせて歌ったり踊ったりすることで、普段は抑えがちな感情を解放し、リフレッシュする機会となるのです。また、音楽イベントに参加することで、同じ趣味を持つ人々とつながることができ、新たな友情が芽生えることも少なくありません。このような体験は、現代社会における孤立感を和らげる大切な要素となっています。 CDTV ライブライブ大感謝祭2024が持つさらなる魅力は、その多様なコンテンツやファンへの配慮にあります。多くの音楽フェスティバルやライブイベントでは、参加者が単に音楽を聴くだけでなく、さまざまな形でイベントを楽しむことができるよう工夫が施されています。例えば、今年のグッズラインナップや会場のデザインは、ファンにとって一つの物語を体験するような感覚を与えます。 毎年異なるテーマや演出が取り入れられ、その年ごとに特別な思い出を作ることができるのも、このイベントが多くの人々に支持される理由の一つです。また、CDTV ライブライブ大感謝祭は、全世代に向けたコンテンツを提供している点でも特筆すべきです。若い世代のトレンドに敏感なアーティストから、長年にわたり多くの支持を集めるベテランまで、様々なジャンルの音楽が楽しめるため、 幅広い年齢層が一堂に会し、音楽を通じて世代を超えた交流が生まれます。特に、日本の女性ファンの間では、こういった世代を超えたアーティストとのつながりが強く、親子でイベントに参加する姿もよく見られます。これによって、音楽が一つの文化的な遺産として受け継がれ、次の世代にも広がっていくのです。CDTV ライブライブ大感謝祭2024では、 参加者全員が自分自身のペースでイベントを楽しめるように、さまざまな楽しみ方が提案されています。ライブの合間にグッズを購入したり、会場内で友人と言ったり過ごす時間を取ったり、または好きなアーティストのステージを心待ちにしながら、会場全体を歩き回ることも可能です。これにより、長時間のイベントでも無理なく楽しむことができ、各自が自分に合ったペースで体験を積み重ねていくことができます。 特に女性の参加者にとって、友人同士での参加や、ソロ参加の際にも気軽に楽しめる環境が整っている点は大きな魅力です。また、イベントの中でアーティストが行う、サプライズ、パフォーマンスや特別なゲストの登場も、ファンにとっては大きな楽しみです。予期せぬ瞬間に、お気に入りのアーティストが思いがけないパフォーマンスを披露することで、参加者はその瞬間に一層の感動を味わうことができます。 このような予想外の展開が、イベント全体をよりダイナミックで思い出深いものにする要因となっています。一方で、このような大規模な音楽イベントがもたらす経済的な影響についても考慮する必要があります。CDTV ライブライブ大感謝祭2024のようなイベントは、会場の周辺地域にとっても大きな経済効果をもたらします。参加者はイベント当日に会場付近のレストランやカフェを利用したり、 宿泊施設を予約したりすることで、地域経済に貢献します。また、グッズ販売やフードコーナーも含め、多くのビジネスがこのイベントをきっかけに新たな収益を生み出しています。音楽イベントが観光産業や地元ビジネスとの連携を深めることで、地域全体が盛り上がり、経済の活性化にもつながっているのです。さらに、CDTV ライブライブ大感謝祭2024のようなイベントは、 ファン同士がリアルな場で交流を深める貴重な機会を提供しています。ソーシャルメディアやオンラインフォーラムを通じてつながっていた人々が、実際に顔を合わせ、共通の趣味や関心事について語り合うことで、新たなコミュニティが形成されます。特に音楽ファンの間では、ライブイベントが終わった後も、その余韻を SNS やブログでシェアすることが一般的です。これによって、イベント後も長く続くファン同士の交流が生まれ、 次回のライイブやイベントに向けて期待が高まりまりすこうしたファンコミュニティの強さは CDTV ライブライブ大感謝祭が単なる音楽イベントではなく音楽を中心とした文化を作り上げる場であることを物語っています音楽は個々の感情に寄り添い時には励まし時には共感を与える存在ですだからこそ多くの人々がライブに足を運び アーティストの生の声や演奏を直接感じることに価値を見出しているのです。ライブイベントがもたらす感動は、一瞬で終わるものではなく、その後も人々の心に残り続けます。そして、その感動を共有することで、音楽が持つ力がさらに広がり、次の世代へと受け継がれていくのです。また、CDTV ライブライブ大感謝祭2024のようなイベントが、 時代の変化にどのように対応していくのかという点も興味深いテーマです。特に、新型コロナウイルスの影響を受けてから、音楽業界は大きな変革を遂げてきました。多くのアーティストがオンラインライブを通じてファンとのつながりを維持し、デジタル技術を駆使した新しい形のエンターテインメントが急速に普及しました。今後、こういったデジタル技術がどのようにライブイベントと融合していくのか。 または新しい形式が生まれるのかは、音楽ファンにとっても大きな関心事となっています。最終的に CDTV ライブライブ大感謝祭2024は、音楽を通じて人々をつなげ、日常生活から解放される特別な体験を提供する場として、大きな期待を集めています。オフィシャルグッズやアーティストのパフォーマンスを通じて、参加者一人一人が自分自身の中にある感情やエネルギーを解放し、 新たなインンスピレーションを得るることができるできしょうまたテクノロジーの進化や社会的な課題に向き合いながらもファンとの絆を大切にし次世代のライブ体験を作り上げていく姿勢がこのイベントの大きな魅力といえます。